曲の制作発信ライブ活動を全国的に展開されていらっしゃいます。そうなんですよね。NHK とかでもねロケに回ったりとかねいろんなところでメディアでも活躍されております、はい、多方面で活躍されております、はい、うん、ですね。今日すごいですね。もうお昼になってより人が集まっております。皆さんお元気ですか。イエーイ、いいですね、盛り上がってますね。それでは、はい、桜ゆきさんです、はい、どうぞよろしくお願いします。今日はスペシャルゲストも来ておりますので、まだ、はい、まだでした。ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください、ね、お手元にチラシございますね、はい、書いてありますが、はい、特別版桜ゆきさんでございますのでね、はい、どんな特別かは内緒なんですよ、まだ。え、嘘、書いてあるよ、だって内緒って言われても書いてあるよ。これはもう最初からちゃんと調べた人だけが分かるという。いやいや、顔写真付きじゃん、全然秘密になってないよ。いや、大野さん書いてあるよ、はい、いや、はいって、はいって言われても書いてあるんだもん、だって嬉しいですね。私、はい、真田丸の記憶がまだ頭の中にね残ってますね、新しいですね、はい、嬉しい。さっきご挨拶させてもらったら歴史君のこと知ってるって嬉しい嬉しい ね、 ね、私ミーハーで生きてますんでね、歴史さんと自己紹介もしといた方がいいんじゃないですか。あ、改めまして今日 MC やっております、はい、歴史君と言います。お疲れ歴史です、よろしくお願いします。ありがとうございます、うん、3日間、明日も MC です、はい、そして明智一族伝承の会から参りました明智美織でございます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、普段は歌を歌っておりましてですね、今日は30番ブース特設の公式ブース、はい、物販ブースで CD も発売してますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい。はい、昨日はオープニングで歌も歌われてということでね、はい、CD どうでした。昨日3枚売れてました。おお、よかったよかった、よっしゃよっしゃ。今日は5枚ぐらい売れると嬉しいなと思ってるんですけど、30枚このイベントに持ってきてるそうですね、はい、完売を目指しておりますので、完売目指しております、はい、よろしくお願いいたします。もうすぐ折り返しですね、よろしくお願いします。私も実はあの本を書いておりましてですね、はい、あのその真田丸とかの、ね、戦国時代の武将の話とかもちゃんとした本なんですよ。こんな見た目ですけど、本はどこで買えますか。あ、本今ネットで買えます。はい、買ってください。 Amazon 等々で、はい、ネットショップでポチッとしたらすぐ買えます。あの、はい、歴史君というタレント名なんですけども、作家名は長谷川義輝と本名でやっておりまして、あの意外に11冊も出しておりまして。11冊、そうなんです、こそこそ出してるんです。でこの前さ、あの、はい、新しい本出したんですよ。マイナーな武将だけを取り上げた本っていうのを、ドンマイナー武将伝説っていうのを去年出したんですよ、はい、そしたらですね、この前読売新聞の書評で、書評ってあの有名な作家さんがこういう面白い本を読んだとかっていう書評欄があるんですけど、私のその本を宮部みゆきさんが紹介してくださったんです。宮部みゆきさんが、あのですよ、えって驚きすぎるのもおかしいですよ。立派な本っていうのをちゃんとした本書いてますから、あのですよ、あの宮部みゆきさんが書いてくださって、しかも2回目なんです。それが宮部みゆきさんが書くとね、重版がかかるんです。期待して、巻き進行で参りましょう。はい、時間が参りました。すいません、私のプチ自慢でございました、はい、それではバトンタッチいたしましょう。特別版桜ゆきさんでございます。どうぞ。